でたまさんぽ。カルボナーラの語源は乗ってる黒胡椒を炭に例えて、炭焼き職人が作ったらこんなパスタっていう想像から来てるんだって。お好みのところでストップかけてね。あ、エッション。イカ炭パスタみたい。胡椒かけ職人です。グレタマ YouTube チャンネルメンバーシップもの好きの会始まりました。グレタマの部屋をリニューアルして24時間配信中。散るってる音楽とともにいろんなグレタマを見れちゃいます。チャット欄とか覗きに行くかもしんないし、行かないかもしんないんだわ。ってどっちなのさ。他にもライブ配信のアーカイブが見れたり、メンバー限定の投稿が見れたりもしちゃいます。詳しくは概要欄をチェックしてね。物好きだねー。